ティーチャー空母なんかですね、ちょっと雨降ってきまして、はい、今木の木陰で休憩です。散歩してるんですけど、散歩です。これキリマンジャロですね。これ映んないか、シネマティックモードですね、はい、まあ今回ね、ゴミ屋敷問題にしましょうか。ゴミ屋敷の問題とかにしましょうか。まあ、久保さんの動画見てたら下の方に関連でね、なんかゴミ屋敷のスクショが出てきて、まあ僕のお客さんの中にもね、ゴミ屋敷ですっていう人いたんですけど、どうすかね、ゴミ屋敷の問題を放置してたらゴミがたまる一方で生活しやすいですか？ゴミがいっぱいあって生活がしやすいですか？これね、ゴミ屋敷パートナーズみたいな会社もあって、ゴミ屋敷専門のね、その YouTube チャンネルがあって、10万人いったかな、これもう結構ね、社長さんがすごく礼儀正しくて好感持てる会社さんなんですけど、ゴミ屋敷パートナーズだったかな。まあ、YouTube チャンネルでねやって、でその集客が結構やっぱ YouTube 見てお願いしますっていう方が結構多いみたいですね。うん、どうですかね、ゴミ屋敷の問題。まああなたの家がゴミ屋敷かどうかはわからないですけども、まあ生活しづらいですよね、どう考えても。そのゴミ屋敷パートナーズの動画の中にはね、ちょっとグロいね、もうめちゃめちゃ虫さんが湧いてる、ゴキブリ100匹ぐらいいんじゃないかみたいなね、もっといるかなみたいなね、部屋もあったりとか、まあ、いっぱいあるんですよ。で、まあそのなんでこういう風になってしまったのかっていうところで、まあ、精神的なね、まあなんか前見たのが看護師さんかな、病院で働いてる人、何でしたっけ、女性の方なんていうんだっけな、まあ勤務時間が不規則でストレスもあって、まあ、結局そのゴミを出す日も決まってるじゃないですか。でその決まってる日にゴミ出さないと出せないですよね。なんでその日を逃すとまた溜まる。で会社も不規則で精神的にストレスもあって、でどんどん溜まっていくみたいな。これ女性がここで暮らすかみたいな、まあ結構ねいろんな部位があるんですけど、どうすかね、ゴミと一緒に行きたいですか？うん、僕は生活しづらいと思うんですよね。まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、ゴミの問題もそうですけども、お金の問題もそうで、まあ、久保さんはね今ゴミ屋敷になることはないです。なぜならばお金の問題をクリアしていて、時間にゆとりもあるわけですよ。だから時間にゆとりがあるから掃除もできますよね、久保さん。ただこれ本当ね、不規則で、なんだ急病が入ったらすぐ病院行かないといけないとかね、精神的にそのストレスがあったりとか、あと時間的な問題だったりとか、まあ、そこの、働いてる先ストレス溜まって嫌なんだけども、転職できない理由としては転職先あんのかとかね、まあ、結局それって、まあ極地ですよ。極地を言ってしまうと、久保さんみたいな生活をしていてゴミ屋敷になるっていうことは結構考えづらいんですよ。久保さんどうですかね、うん、久保さんみたいな生活をしていてゴミ屋敷になるっていうことは多分ね、まあもちろんね片付けが下手な人もいるんだけども、まあ青汁王子で言うならば家政婦雇ってますみたいなねもともと家政婦、お金があれば家政婦雇えるわけですから、今家政婦のアプリ有名なところもありますしね。だからゴミ屋敷になる前にお金払って家政婦雇ってね、ゴミを掃除するのが苦手だったら家政婦さんにやってもらえばそんなたまんないですし、だぶっちゃけお金があると結構ほとんど解決できるんですよね。うん、だからその嫌いなことですらお金があると解決できると。例えば直近で言うならば、僕司法書士税理士さんから連絡がありまして、年末調整ですね。そう、年末調整の案件でちょっと来まして、まあ丸投げしてるわけですよ基本的に税金とかね。で面倒くさいし、やりたくないし、覚えたくないし、税金ってことね全部丸投げです。で僕がやってるのは領収書送るだけなんですけど、でそれも年間40万ぐらいかな、払ってるんですけど、僕は税金のこととか、そう税のことはね、面倒くさいんで丸投げしてます。でもそれお金なかったらね、自分で時間と知識つけないといけないじゃないですか。だからやっぱね、お金の問題っていうのはね、クリアすると、お金の問題一つクリアするだけで様々な問題がクリアできるよって話です。結構大事ですよね。お金の問題をクリアすると様々な問題も解決できるっていう。そう、ゴミ屋敷に関してもゴミたまんないでしょって話で、あなたがゴミね、もちろんね、ゴミ片付けるのが苦手です、嫌いです、でそれを克服していくっていうことも大事だけども、お金と時間があると、もはや克服しなくても丸投げしてしまえば問題は解決できるっていうね。だつまりですよ、つまりまとめると、早く金稼いでしまえってことです。お金が全てじゃないですけども、お金が全てで世の中が回ってるっていう現状もあるので、まあその現状をどう捉えるかですよね。お金は全てじゃないです。でもお金は全てという現状もあります。どうしますって話です。よくね、お金が全てじゃないですよみたいなね、話がよく論争ありますけど、確かにそれも、間違ってはいないと思います。でも間違ってるんですよ。世の中お金で回ってますから。ね、仮釈、なんか、ね、ゴーン氏のあれもあれですけど、なんか一回、その釈放されるのに何千万か払ったんじゃないですかね、一回。ね。金払うと釈放されるのかみたいなねどういうことやねみたいな、あれはどうなんですかねまあ僕は車で免停食らったことありますけど、免停30日間、本当は僕30日間食らったんですけど、お金払うと1万2000円ぐらい受講料払うと1日でその免除されるみたいなねあれは何なんですかね。1万、だから大学生の子とかはね、あれですよ、お金ないから払わずして、30日間免停ですよね。帰ってきました。でもね、働いてる方はほとんどその講習受けてましたけどね。車運転30日できないときついじゃないですか。なんでみんな受けてましたけど、僕も受けましたけど、でもそれは受けると1日でね、終了みたいな。次の日から乗っていいよみたいな。世の中っていうのはね、そんなもんなんです、はい、そんな世の中で生きてるわけですから、そんな感じですねちょっと出てこなかった。終わります。